シンプルに一番好きな映画は何ですか。僕一番とか決められないですよね。なので映画をおすすめトップ100っていうのがあるので多いなあのおすすめトップ100って言うんですけど、あの100個以上あるんですよ。要は100じゃねえじゃん。おすすめしてもいいと思うやつだけあのなんとなく決めてる。多いし適当っていう、はい、じゃあ例えばじゃちょっとなんかじゃ僕におすすめください。キューブとかうんこの動画やめてくださいね。うんこでうんこの映画やめてください。おすすめトップ100に入らないんですけど、ムカデ人間は嫌いじゃないですよ、うんうん、やめて、はい系で面白いの。うんこじゃなくていいわ。普通のください。普通の。あでもレザーバードックスとか、あのその要はあの密室もの好きなんですよ。あの密室で、そうですもんね。ホラーっていうか。実はあの全く同じセットで、ただ役者が演技するだけじゃないですか。うん、でキューブが何の面白いかって脚本なんですよね。なのでその頭のいい人が脚本を書いて2時間見せられるストーリーを作るっていう。家から出ないのに部屋から出ない映画見てるんですか。あそうそうそう。だからあのね、どんどん出てくる、どんどんオープンしてやったんですかね。なんだっけね、ルームメイトじゃなくてルームなんとかっていう、はい、あの女の子が生まれてから8歳ぐらいまでずっと同じ部屋で暮らしてるっていう映画があるんですよ。なんか嫌だな。まあそのちょっと DV 的な環境で、その子はずっとその部屋で、母親はその部屋に出入りをする。でその子はその世界の全てがその部屋だと思ってるっていう映画で、前編1時間ぐらいずっと続くんですけど、これネタバレしちゃうんですけど、後編その子が部屋の外に出るんですよ。というで世界がその子にとってどう見えるかっていう、あのシーンの撮り方とかがあって、あこうやってシーン広げるんだみたいなのが割と面白かったんで、あの題名忘れちゃったんですけど、多分コメントの中探せばあると思うんで、あザルームでいいのね。ザルームそれです。ザルーム、はい、ちょっとリンク出しましょうか。っていうので、あの僕密室物の映画が好きです、はい、ラプンツェルは密室物ですけど、ディズニーのおすすめは、ラプンツェルってディズニーですよね。ディズニーはそんなにすげえ面白いはないかな。やっぱ子供向けになっちゃうんですよね。僕ハッピーエンド好きじゃないんで。あ、ジュニーの行かれるとこ面白いですね。あのバイシーンの話ですか。いや、このホラーじゃないんじゃないかな。え、これあ違います、これ違います、これ頭のホラー映画です。違います。これも男女と違う。これも違います、これも違います。え、ザルームで合ってるのかな。ザルームで合ってると思うんだけど、ホラーじゃないやつです。5番円のスパチャ読んでほしい。はい、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。